皆さんこんにちは、川内博史です。マイナ保険証のことについてですね、すごく皆さん興味があるようなので解説をしておきたいというふうに思います。今年の12月からですね、マイナ保険証に、切り替えていくのだというふうに政府は方針として発表しています。僕はマイナンバーカードも持っていないし、したがって、マイナカードに保険証を紐付けることもしてないわけですけれども、今現在マイナ保険証にしてない人は、資格確認証という名前の保険証がですね、自動的に送ってきます。12月以降ですね。だから何にも心配いらないんです。もちろんマイナ保険証が便利だという人はそのまま使い続ければいいんですけど、紙の保険証がいいよという人はですね、マイナンバーカードをですね、返納する、あるいは電子証明書機能を失効させる、あるいは、自分が加入している保険の保険者からですね、どうするって多分聞かれると思うんで、その時にマイナカードの保険証機能を解除しますということを申請する、この3つの方法でですね、マイナカードの保険所機能、保険者機能、違う、マイナカードの保険証機能を解除するというふうにすると、資格確認証というですね、保険証が、紙の保険証が自動的に送られてくるのでですね、これまで通り紙を使って病院で受診できると。資格確認証という保険証でこれからもずっと受診できるようにするには、マイナカードに保険証機能を紐付けている方はこれをですね、解除すると、いくつかの方法で解除しなければならないということをですね、覚えておいていただきたいというふうに思うし、周りの皆さんにもですね、それをお伝えいただきたい。そうすると紙のままずっと病院で受診できるということになります。よろしくお願いします。